シャマシュシュムーキンはアッシリア支配下のバビロンの王。新アッシリア時代のアッシリア王エサルハドンの息子であり、アッシリア王となった弟のアッシュウルバニパルと共に王位についた。彼はサウルムギナ、あるいはサルムゲという名前でも言及される。エサルハドンは、百672年に存命中の王子で最年長であったにも、かかわらずシャマシュシュムーキンを バビロンの王い継承者に指名し、弟のアッシュール・バニパルをアッシリアの王い継承者とした。エサル・ハドンが作らせた条約文書はアッシュール・バニパルを上位者とするものであったが、両者の関係について若干の曖昧さを残すものであった。エサル・ハドンの死後、シャマシュシュムーキンはアッシュール・バニパルの王い継承の数ヶ月後にバビロンの王いに上り、その知性を通じて、 その決定と命令は、アッシュウルバニパルの承認と確認を経た上でのみ、有効とされた。最終的に、シャマシュシュムーキンはアッシュウルバニパルによる、高圧的な統制からの離脱を試み、百6 5 2年にアッシュウルバニパルに対して、反乱を起こした。反乱のために、アッシュリアに敵対する勢力をいくつも同調させる、ことに成功したが、にもかかわらず反乱は、 悲惨な結果に終わった。2年にもわたるアッシュールバニパルによるバビロン包囲の後、都市は陥落したが、彼の死の正確な状況はわからない。シャマシュシュムーキンはおそらくアッシュリア王エサルハドンの次男であり、兄に王大使シーンナディンアプリがいたが、シンナディンアプリは全674年に急死した。自らが極めて困難な多い継承争いの上に、 即位したエサルハドンは同じ問題を回避することを絶望しており、すぐに新たな王い継承計画の策定を始めた。全672年5月、おそらくエサルハドンの4番目の息子アッシュル・バニパルが、エサルハドンによってアッシリアの王い継承者に指名され、シャマシュシュムーキンはバビロニアの王い継承者に指名された。両名は共にニネベに到着し、外国の代表、 アッシリアの貴族、そして兵士たちからの祝賀を共有した。息子の一人をアッシリアの多い継承者とし、別の一人をバビロンの多い継承者とするのは新奇塾であった。なぜなら、それまでの数十年間、アッシリア王は同時にバビロンの王を兼任していたからである。エサルハドンは、息子たちの間で彼の称号を分割することを決心したかもしれない。なぜなら、 エサルハドンが父センナケリブの後継者と宣言されてから何十年も経ってから、エサルハドンの兄弟は父、センナケリブを殺し、王位を散奪しようとしたからである。帝国の統治を分割することで、そのような嫉妬と対立を回避できると考えたのかもしれない。明らかにエサルハドンの第一の称号であった、アッシリア王の継承者に弟を任命し、兄をバビロンの王位とする処置は、 彼ら二人の母親によって説明できるかもしれない。アッシュールバニパルの母親はおそらくアッシリア出身であり、シャマシュシュムーキンの母はバビロンの出身であった。このためシャマシュシュムーキンがもしもアッシリア王となれば問題を引き起こした可能性がある。エサルハドンはバビロニア人が自分たちの王をいただくことに満足すると推測し、シャマシュシュムーキンをバビロンを呼び、 アッシリア帝国の南部の継承者とするように取り計らったのであろう。エサルハドンによって作成された条約は彼が二人の息子たちがどのような関係を持つことを意図していたのか幾分不明瞭なものとなっている。アッシュール・バニパルが帝国の第一の継承者であり、シャマシュシュム・ウキンが彼に対して忠誠の誓いを立てることは明白であったが別の部分ではアッシュール・バニパルは シャマシュシュムーキンの管轄に介入しないことも明記されており、これはより対等な関係を示唆する。なお、エサルハドンには三番目の息子シャマシュメトゥーバリトもいたが、彼はこの多い継承計画において完全に除外されている。これはおそらく彼が健康に恵まれなかったためであろう。治世最後の数年間、エサルハドンが頻繁に病を患っていたため、 アッシリア帝国の行政的義務の大半は、アッシュール・バニパルとシャマシュシュム・ウキンによって担われた。アッシュール・ナデン・シュミが定めた給付を確認するシャマシュシュム・ウキンの証書。1670年,年、1650年。1669年末ににエサル・ハドンが死去した後、彼が定めた継承計画に従ってアッシュール・バニパルがアッシリア王となった。 翌年の春、シャマシュシュムーキンがバビロンの王位につき、バビロン氏の主神マルドゥクの像がバビロンに返還された。この像は20年ほど前、シャマシュシュムーキンとアッシュウルバニパルの祖父、センナケリブがバビロンから奪っていたものである。像の返還は、とりわけ重要だった。なぜなら、バビロニア人の視点からすると、新たな王の統治に対するマルドゥク神の承認を、 確かなものとしたからである。シャマシュシュムーキンはアッシリアの王子であり、バビロンの王としての任命はアッシリアの派遣の具体化でしかなかったが、シャマシュシュムーキンの体冠式とマルドゥク神の像の変換はバビロンの独立した王としての彼を演じるための努力であった。アッシリア王家の中でバビロニアの王位を継ぎつつ、あえてアッシリアの王位につけられなかったのは唯一。 シャマシュシュムーキンのみである。他のサルゴン王朝の王子で、バビロンを統治しつつ、アッシリアを治めなかった、唯一の例は、シャマシュシュムーキンの王子、アッシュール・ナデン・シュミであるが、彼は、センナケリブの皇太子であり、アッシリアも継ぐものとされていた。アッシュール・バニッパルは、アッシリア王として兄弟であったにもかかわらず、軍事的、政治的、宗教的、 そしてイデオロギー上の理由からアッシリアにとって重要だったことには、シャマシュシュムーキンのバビロン統治は彼自身の正当性によって辛抱あるものとなっていた。シャマシュシュムーキンは以降16年間、明らかに、おおむね、アッシュール・バニッパルとの平和的な関係を維持しつつ、バビロンを統治したが、シャマシュシュムーキンの正確な支配領域をめぐって論争が繰り返された。エサルハドンの碑文では、 シャマシュシュムーキンが全バビロニアの支配権を与えられるべきことが示されているが、同時代資料によって間違いなく証明されているのは、彼がバビロン自体とその周辺を保持していたことだけである。ニップル市、ウルク市、ウルシのようなバビロニアの諸都市の総督たち、そして海の国の主張たちは、バビロン王の存在を完全に無視し、アッシュール・バニッパルを自らの君主とみなした。 シャマシュシュムーキンがいくつかの伝統的なバビロニア王の行事に参加したことが記録に残されている。彼は、シッパルしの死壁を再建し、バビロニアの新年祭りに参加した。彼は、自分の支配領域にある諸神殿にかなりの注意を払い、自身の碑文においていくつかの神殿に寄進を行ったことを記し、ウルクのイシュタル神殿の土地を拡大した。エサルハドンによって、 シャマシュシュムーキンがバビロン王に指名されていたにもかかわらず、アッシュール・バニパルは自身の秘文において自分がシャマシュシュムーキンにバビロンの支配を与えたと記している。これはおそらくシャマシュシュムーキンが公式に即位したのがアッシュール・バニパル即位の数ヶ月後であったことによる。理論上はシャマシュシュムーキンの即位を止める権力がアッシュール・バニパルにはあったからである。 メソポタミアの主要都市の地図、アッシュール・バニッパルに対して、シャマシュシュムーキンが反旗を翻した、正確な理由は不明であるが、いくつかの可能性がある。おそらく、最も一般的に考えられている理由は、エサルハドンによって、シャマシュシュムーキンが全バビロニアの支配を継承することが、定められていたにもかかわらず、エサルハドンの死後アッシュール・バニッパルがこれを尊重しなかったことである。 バビロニア全域において、シャマシュシュムーキンの名を持つ商業文書が発見されている。しかし、アッシュール・バニパルの治世中の同様の文章もまた、バビロニアから発見されており、これはアッシュール・バニパルがバビロニアの君主とみなされていたことを示す。バビロン、ディルバとボルシッパ、シッパルからは、アッシュール・バニパルの商業文書は全く見つかっておらず、これらの都市が完全に、 シャマシュシュムーキンの下にあったことが示されている。しかし、アッシュールバニパルは、バビロニア全域に、情報員を配置しており、自身へ直接報告を行わせていた。そして、非分記録によって、シャマシュシュムーキンが、自身の進化たちに与えたいかなる命令も、実行に移される前にまず、アッシュールバニパルの確認と承認を得なければ、ならなかったことが示されている。 アッシュール・バニパルは、シャマシュ・シュムーキンの支配地のはるか内側であったはずの都市、ボルシッパに、上中部隊と役人を置いていた。バビロンの役人から直接アッシュール・バニパルに、送付された、請願書も現存している。シャマシュ・シュムーキンがバビロンにおいて普遍的に尊重される、主権者であったならば、彼が、このような書簡の最終受取人であったであろう。 アッシュール・バニパルとシャマシュ・シュムーキンが平和的に共存していた時代のバビロニアから発見された王室文書には両方の名前が記されているが、それと同時代のアッシュリアから発見された文書にはアッシュール・バニパルの名前しかなく、この二人の王が同等でなかったという見解を補強している。ウルクはバビロニアに位置する都市であったにもかかわらず、ウルク総督ク,クドゥルはアッシュール・バニパルに当てた書簡で、 全土の王という称号を彼に付している。これは、クつルが、シャマシュシュムーキンではなくアッシュールバニパルを、自らの君主として見ていたことを示している。シャマシュシュムーキン自身は自らをアッシュールバニパルと対等であると見ていたと考えられ、書簡において、アッシュールバニパルに対して、シンプルに、我が兄弟と呼びかけている。シャマシュシュムーキンからアッシュールバニパルに送られた書簡が、 複数現存しているが、それに対する返信は残されていない。アッシュール・バニパルが情報提供者網を張っていたため、シャマシュシュムーキンに書簡を送る必要を感じなかったのかもしれない。全650年代後半までに、シャマシュシュムーキンとアッシュール・バニパルの間の敵は増大した。シャマシュシュムーキンの定身であったザキルからアッシュール・バニパルへ与えられた手紙では、 海の国からの死者が、シャマシュシュムーキンの面前で公然とアッシュール・バニパルを批判したことが述べられているが、これは王の言葉ではありません。という表現が用いられている。ザキルは、シャマシュシュムーキンが、この発言に怒りを示したことを報告しているが、同時に彼とバビロンの総督・ウバルがこの死者に対して、何の処置も行わないことにしたことも報告している。 おそらくシャマシュ・シュムーキンの反乱の背後にあった、最も重要な要因は、兄弟であるアッシュ・ウルバニパルに対する自身の地位への不満、バビロニア人のアッシリアに対する一般的かつ不変の怒り、アッシリアと戦うものであれば誰であれ加担するエラムの支配者たちの不変の熱意であった。1652年にシャマシュ・シュムーキンは反乱を起こした。この内戦は、 その後3年間続くことになる。反乱はアッシリアの王位を主張するためのものではなく、むしろバビロニアの独立を守るための試みだった。秘文資料からシャマシシュムーキンがバビロンの市民に対して自分の反乱に参加するよう呼びかけたことがわかる。アッシュール・バニパルの秘文ではシャマシュ・シュムーキンのアッシュール・バニパルはバビロニア人の名を恥で覆う。 という発言が引用されている。アッシュル・バニッパルはこれを、風、嘘と言っている。このすぐ後に、シャマシュシュムーキンは、反乱に踏み切り、南部メソポタミアの他の地域でも、シャマシュシュムーキンの側について、アッシュル・バニッパルに対し反乱した。内戦の初期、アッシュル・バニッパルは、南部地方の大衆が彼の側に願えるように、 働きかけることを試み、彼らのうちの誰かが内戦を落ち着かせることに興味を持つことを願って書簡を送った。これらの書簡の中でアッシュール・バニパルはシャマシュシュムーキンのことを名前で書くことはなく、その代わりに彼をラーフーと呼んでいる。多くの碑文の中でシャマシュシュムーキンは単純に不義の2位、敵としての2位あるいはターンに敵と記されている。 いくつかの書簡の中で、アッシュウル・バニパルは、彼のバビロン王としての正当性を貶めるために、彼のことを、マルドゥクガミが憎むものとしている。アッシュウル・バニパルの碑文によれば、シャマシュ・シュムーキンは、アッシリアに対抗するための同盟相手を見つけることに、大きな成功を収めた。アッシュウル・バニパルは、シャマシュ・シュムーキンの同調者を三つのグループに分類している。第一に、何よりもまず、 カルデア人、アラム人及びバビロニアに住む、その他の人々、第2にエラム人、第3ニグティ人、アムル人、そしてメルフ派の王たちである。第3のグループの王たちは、メディア人のことであるかもしれないが、不明瞭である。メルフ派は、エジプトを指したものである可能性があるが、彼らは、この戦争において、シャマシュシュムーキンに支援を行ってはいない。シャマシュシュムーキンは、 エラムに死者を送り送り物、エラム王は内戦を戦うシャマシュシュムーキンを支援するため王子の指揮する援軍を派遣した。アッシリアの敵国を集めて連合したにもかかわらず、シャマシュシュムーキンの反乱は成功しなかった。第一の同盟相手であったエラム人はデールでアッシリア軍に敗れ、この内戦で役割を果たすことはなくなった。全650年までに、 シャマシュシュムーキンの状況は厳しいものとなっていたように、見え、アッシュール・バニパルの軍勢は、シッパル、ボルシッパ、クタ、そしてバビロン本体も包囲下に置いた。バビロンは包囲の中で上と薬病に耐えたが、最終的に百6 4 8年に陥落し、アッシュール・バニパルによって略奪された。シャマシュシュムーキンが残した祈りの文書の一つは、この内戦の最終局面における彼の絶望を、 記録に残している。世は昼夜を問わず鳩のごとく同国する。世は自らを憐れみ、世はただ嘆く。我が瞳から涙が落ちるのを止めることは叶わず。シャマシュシュムーキンは伝統的に宮殿で自らに火をかけて死んだとされている。だが、同時代の文書は単に彼は残酷な死を迎え、神々が彼を炎に委ね。 彼の人生を滅ぼしたと書いてあるのみである。昇進自殺であれ、他の手段であれ、彼が処刑されたり、自己死したり、他の原因で死んだこともあり得る。彼の死に関する記述の大半では、何らかの形で、炎が関係しているようだが、それ以上の詳細な情報は何もない。シャマシュシュムーキンがアシュールバニパルに対する戦争を起こし、アシュールバニパルに不忠であるとされた原因として、 典型的に神々の意図によるものとされている。もしもシャマシュシュムーキンが処刑されたのだとすれば、アッシリアの初期が歴史的な記録文書の中で、それに触れないのは論理的であると言える。なぜなら、王が兄弟を殺すことは違法であり、仮に兵士がそれを実行したのだとしても、アッシリア王家の一員を殺害したに等しいからである。もし、 海下の兵士がシャマシュシュムーキンを殺したのだとしたら、彼は悲惨ではない死を迎えたと言えるかもしれない。シャマシュシュムーキンが死亡した後、アッシュル・バニパルは、自らの役人の一人カンダラヌ・オゾク王として、バビロンの王位につけた。シャマシュシュムーキンの反乱と破滅は、歴史を記録するアッシュリア王家の初期にとって困難な、例を象徴している。シャマシュシュムーキンは、 アッシリア王家の一員であると同時に、不実のバビロン王であったため、彼の運命について記すことは困難であった。初期たちは、諸外国の王たちや反乱者の敗北について、とても長い記述で熱心に記録している一方で、一般的には、アッシリア王家の一員の死についての記述は熱意に欠ける。事態はより複雑だったかもしれない。なぜなら、 アッシリア人による他の幾多の反乱とは異なり、シャマシュシュムーキンは三奪者ではなく、アッシリア王の布告によって合法的に任命されたバビロンの支配者だったからである。その後のアッシュールバニパルの個人的な文書からは、シャマシュシュムーキンの人生の最後に関してほとんど知ることができない。アッシュールバニパル以後の王たちも彼に言及することはない。まるで最初から、 シャマシュシュムーキンなど存在しなかったかのようである。アッシュール・バニパルの文書は、彼の兄弟の死について、遠回しに述べるだけで、多くの箇所では、シャマシュシュムーキンの名前を省略さえして、単に王と述べるのみである。ニネベのアッシュール・バニパルの宮殿から出土した浮き彫りには、バビロンの反乱に対する彼の勝利を描かれている。その中で、兵士たちは、 バビロンの王冠と王家の気象をアッシュールバニパルに渡しているが、この浮き彫りの中で、シャマシュシュムーキンは明らかに省略されている。シャマシュシュムーキンの破滅を受けた、記憶の断罪の証拠がそこにはあり、注目に値する。傍らには王によって建てられた石柱があり、シャマシュシュムーキンの死を受け、意図的にその顔が削り取られている。シャマシュシュムーキンが最も頻繁に用いた称号は、 さあ、サーベイビーリーである。もっとも、サクナッキーベイビーリーを用いた碑文も一つだけ存在する。バビロンを統治した他のアッシリア王の碑文の中では、大樹が王よりも一般的である。彼は他にも、例えばサーマットスメリーユーアッカジなどの典型的なバビロニア王家の称号を用いた。外して彼の称号は、他のアッシリア人のバビロン支配者と比べ物にならないほど、 典型的にバビロニア的なものだった。典型的なアッシリアの支配者と同様に、シャマシュ・シュムーキンは多くの彼の碑文の中で、彼の祖先に対し敬意を払っている。彼が碑文の中で名前を言及するのは、彼の曹操フサルゴン2世、祖父、センナ・ケリブ、彼の父へサルハドン。そして時々、彼の兄弟アッシュ・ウルバニパルも挙げている。 シャマシュシュムーキンがその称号に彼らを含めた理由はもしかするとそれを省略すると彼の正当性が疑われることを恐れたせいかもしれない。彼の祖先の紹介の仕方や秘文におけるシャマシュシュムーキンの神の用い方は他のアッシリア人統治者と明らかに一線を画している。本質的にアッシリアの王権はアッシリアの神やシュールの神官としての役割と つながっているのだが、意味深長なことには、シャマシュシュムーキンは、彼の祖先の、その役割には言及していない。バビロンの統治者に期待されているように、シャマシュシュムーキンの公式碑文の中で最も頻繁に、言及される神は、マルドゥク神である。だが、シャマシュシュムーキンの碑文では、アシュール神については一言も言及しない。 アッシリアとバビロニアの両方を収めた彼の祖先の碑文においては、アッシュール神について記しているのとは対照的である。シャマシュシュムーキンが公的には自分をアッシリア人であるとしていたにもかかわらず、彼の碑文は彼がアッシリアの神を敬ってなかったことを示唆している。彼の称号を記す箇所の多くにおいて、シャマシュシュムキンはアッシリアの有名無実の集まりを用いて、 神々の代わりとしている。そこでは、南部で敬意を払われていた神々、例えば、マルドゥクやザルバニトゥの代わりに、アッシリアにおける重要な神々、例えばアッシュール、イシュタル、シンが用いられることはなかった。ありがとうございます。